安土病炭山古墳は、滋賀県近江八幡市安土町宮津にある古墳。形状は、前方後円墳。国の史跡に指定されている。滋賀県では、最大規模の古墳で、4世紀中葉頃の築造と推定される。滋賀県中部、琵琶湖東岸の観音寺山の西麓、衣笠山から伸びる四脈尾根状に築造された、大型前方後円墳である。かつて古墳の眼下には、琵琶湖の内湖が広がり、湖に突き出す、半島上に所在したとともに、背後には、蒲生郡、甲賀郡へと続く主要路が通じた、水陸交通の要衝の立地になる。1935から1936年に、発掘調査が実施されている。墳丘は前方後円形で前方部を北西方に向ける。墳丘の断築は不明。墳丘長は134メートルを測り、滋賀県では最大規模になる。墳丘表面で吹石は明確でないが、円筒派には底部線香壺などが検出されている。主体部の埋葬施設は、後円部における縦穴式石室3基、前方部における箱式石棺2基の計5基。これらの施設、特に中央石室からは多数の副葬品が検出されている。この安土病炭山古墳は古墳時代前期の4世紀中葉頃の築造と推定される。一帯では古代豪族の京京城山君の存在が知られることから被葬者を京京城山君の主張に否定する説や在地の京京城山君を牽制するために畿内大和王権から派遣された人物に否定する説等が挙げられている。付近では近年に前期古墳として雪の山古墳が発見されており、本古墳との関係性が注目される。古墳域は1957年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳丘長に関してはかつて162メートルという数字が知られたが、近年の滋賀県教育委員会資料等では、上記の134メートルとし、滋賀県立安土城考古博物館の展示説明では136メートルとする。中央石室滋賀県立安土城考古博物館展示。主体部の埋葬施設としては、後円部において縦穴式石室が3基。前方部において箱式石棺が2基の計5基が構築されている。後円部の石室3基はいずれも石室主軸を墳丘主軸と直交する方向として並び、前方部の石棺2基は墳丘主軸と並行する方向として並ぶ。各施設の規模は次の通り。以上のうち、後円部の中央石室が主となる施設とされ、内部で高山木製の咲竹形木管の痕跡と粘土床が認められている。中央石室は割石の小口積み、西北石室、東南石室は塊石積みで直差が認められる。これらの施設からは多数の副葬品が検出されている。現在、中央石室の復元模型が滋賀県立安土城考古博物館で展示されている。大鳥鏡三上流古橋滋賀県立安土城考古博物館展示。鉄製品滋賀県立安土城考古博物館展示。装身具、筒型銅器、銅属、鉄属滋賀県立安土城考古博物館展示。1935から1936年の発掘調査で確認された副葬品は次の通り。鏡のうち大鳥鏡は中国鏡。二神二重鏡は紡成鏡とされる。また出土品のうち、特に筒型銅器、方形板川閉じ炭鉱は、朝鮮半島南東部地域との交流が示唆され、雪の山古墳の出土品が中国とのつながりを示唆することとの相違が注意される。現在、出土遺物は、京都大学総合博物館で保管されている。また一部の複製品が、滋賀県立安土城考古博物館で展示されている。所在地交通アクセス関連施設、周辺注釈出店。ありがとうございます。